はい、えー、皆様、えー、こんばんはん、えー、2022年、えー、6月、えー、今日は3日ですねはいオギーチャンネル、えー、私主催のピカチュウでございます <laughs> まあ後ろの画面はねあのろくでもない誤ってる画面なんですけどまあ私自身は全然 謝罪のような雰囲気もこれっぽっちもないようなね、姿で今日はお送りさせていただいております。まあでもたまにはね、こういう格好でね、喋ってみたいなっていうふうに思っているわけなんですよ。ただね、あの、最近、このいつもノートパソコンの方からやっていたんですけど、スマホからやるとなんか面白いことができるっていうのに気づきましてね、まあ昨日実は えー、このスマホで配信はマトリックスができるっていうことに気づいてしまいまして、すごい嬉しく思った次第でございます。さて今日は皆さんちゃんとつながってますかね。はい。えー、森の宮古さん、江戸前あさり小僧さん、はい。お見えでございます。サニーサンデーさんから、しばらく今日スムージーですね。はい。皆さんからいろいろまた届いておりまして、非常に嬉しい、えー、気がいたします。はい。さんももいつもの えー、レポートとニラでございます。ありがとうございます。それから、はい、業務連絡、今日は21時50分からツイキャスワンの海ということでございますけど、いやー、しかし、こういった格好をすると、なんかすごいね、あの、陽気になります。この格好で車乗ってるとね、子供たちが手振ってくるんですよね。はい、これ何かと言いますと、はい、何かと言いますと、あの、 先日、茶谷町で、えー、この美浜の方でピカチュウイベントがありましてね、まあ、その時にいただいたピカチュウの帽子なんですけど、まあ、あの時には本当に街中にもうピカチュウが溢れまくっていたということでございまして、中にはパジャマの着ぐるみを着た、ね、人も歩いているような状態でございまして、このピカチュウの人気ってのすごいなと思いました。ただね、 大喜びしてるのは子どもたちだけじゃなくて、まあ、大人たちもいっぱいいまして一人であの、はい、タブレットと、ね、スマホを持って何やら一生懸命操作したり、ね、やっているんですよ。で何してるんですかって聞いたらですねあの「ポケモンをゲットしてるんです」なんて言ってたんですけど、まあ、そういった人たちはこの広い三浜をね 歩きながら一生懸命ポケモンを集めていたということでございましてまあ若いねまあ20代の子がやるんだったらうんうんと思うんですけど中にはもう、はい、私と同じような50代のねいい年こういった方が一生懸命やってるのを見て、うん、ピカチュウには年齢も関係ないんだななんてね思った次第でございますはいポケモン GO ですねやプテンさんその通りでございますでも今日途切れない 今日、途切れてないですね。いや、なんか、嬉しいですよ。音はどうですか皆さん、ちゃんと聞こえていますかね。はい、ラプテンさんからは、あの、はい、プリンいただいております。ありがとうございます。まあ、ということでね、今日は皆様に、はい、ピカチュウということでね、お送りさせていただいております。まあ、こういう格好、たまにはいいんじゃないですか いつもくそ真面目にね、はい、難しい話してるのもどうかなんて思っておりますけどあ、音は高音質ですよっていうことで、はい、画像どんなですかね、画像がちょっと心配でございます。画像が、せっかくね、こんなしてピカチュウの格好してるのに画像が映ってないとなると、やっぱりちょっと残念かななんて思ってしまうんですけど、実は、 今日もですね、私、残業でございますよ。はい。残業、仕事中でございます。ですから、来客があったら、また突然ね、あの、切れる場合がありますけど、あ、ゆうさん、素敵な花火ありがとうございます。まあ、沖縄のね、茶谷美浜では毎週土曜日、8時から毎週花火上がってますからね。 あれぜひ皆さん見に行ってほしいなと思いますし思いっきり高く上げないで高度を結構低い高度でね花火上げるんで結構見応えがあります低い高度で上げるとね危ねえんじゃないかなと思うんですけど海のね真ん中にある堤防から上げてるんでまあよっぽど北風が強く吹かない限りえ花火のねえそういったカスとかえかけらが飛んでくることはないかななんて思っております はいえー、小石さんいつもいつも、はい、お見えになっていただいてありがとうございますさて今日はですねあの朝からげんなりというお話でございまして、まあ、今日私あの朝起きて、まあ、自分であのコーヒーを入れて飲みながらね、まあ、たまにはテレビでも見てみようかということでポチッとなということでテレビのスイッチを入れてみましたするとそこにね 大写しになったのは、大写しって言ってもねあの画面が小さいんでそんな大写しではないんですが画面いっぱいに映ったのはなんと人の列、ね、もうとにかく人がいっぱい集まってるところがありまして私何かのこれはあのセールか、ね、新しいスマホの、ね、販売かなんて思ったんですけど内容を聞いてねびっくりしたんですよ。 まあなぜかと言いますと、なんとこの行列の先頭にあるのは、韓国大使館。はい、韓国大使館ということでございまして、まあ、この行列に並んでる人たちは、韓国に行くためのビザを申請しに行く人たちの列だったんですよね。まあそこで私初めて知ったのは、 韓国人が日本に来る際にはノービザで来れるのに、日本人が韓国に行くにはビザなしだといけない。という現実。まあこういったのは普通相互主義なんですけど、なぜ日本はここまで韓国に減り下っているんでしょうか。ね。まあ相手がね、あのー、ビザ必須にしてるんであれば、 日本もね、韓国に対してビザ必須にすべきなのに、日本は韓国が日本に来るときには、えー、ビザはいらない。はい。しかし、日本人が韓国に行くときにはビザがいる。はい。そうですね。目玉役さん、総合主義っていうのはそういうもんだと思います。アモンドさん、いつもニラありがとうございます。今日はピカチュウでございますよ。<laughs> ピカチュウでございます。はい。 まあそんな感じでね、ええー、なんて思ったんですけど、さらにええと思ったのが、えー、綺麗な女の子が大写しになりまして、インタビューを受けていたんですよね。その内容っていうのが、ネットのマッチングアプリで、はい、ネットのマッチングアプリで、韓国の男性と知り合い、交際をしていますという、 ネットのマッチングアプリでえ、韓国の男性と知り合い交際しておりますと。で、自慢げに写真を見せていたんですけど、これどう見ても加工した写真だろうというふうに私思ったんですよね。そして本人は、ね、なんとその交際してるという男性に会いに行くために、 えー、この韓国大使館にビザの申請に来たということなんですけど、まあ、交際をしている、はい、交際をしているというのに一度も会ったことがないね皆さんどうですかこれ交際してるんですけど一度も会ったことがないと、ね、ネットの中でやり取りをしてるだけで、ね、交際をしてると言って会いに行くというこの 行為を見て私は本当にね大丈夫かと思いましたよ今ねあの若年層特に10代のねあの子たちにそういったインターネットネットでのやっぱりマッチングアプリ、ね、ネットで知り合ってそこでねやっぱり被害に遭うっていうのがたくさん今偶然化してますよねはいネットでのやり取りではとってもいい人だったのに 実際に会ってみたらもう突然ねあの体の自由を奪われて、ね、とんでもない目にあったと、はい、監禁されたとか、はい、そしてもう取り返しのつかないことになったとか中には、ね、殺されたのもあるじゃないですか、まあ、日本国内でもそういったのが非常に多いのにこういったふうにねなんか韓国だと素晴らしいっていうような ね、韓国人の男性だったら素晴らしいんですよっていうようなそんなニュアンスに私聞こえたわけなんですよ。それってやっぱりどうです皆さんおかしいと思わないですか、まあ、このようにねネットではいやりとりをして写真っていうのはいくらでも加工できます正直言ってねだから写真見たらどう見てもこれ加工してるだろうっていうような写真だったんですけど本人はそれをね 信用しちゃってまあ実際に会いに行くでそこでね、あ、写真と違うと思ってもそこは韓国外国です日本人が泣き叫んでもね日本の警察が助けに来てくれるところではありませんよそして大切なものを奪われてね泣いて帰ってくるということになれなきゃいいななんて私思ったんですけど いやーもう本当にねこういったのを素晴らしい韓国に行くことは素晴らしいんだっていうような報道を見て私は非常にげんなりしました。でこのニュースが終わった後ね次のニュースは何だろうと思って見ていたら次はなんと BTS が BTS あの原爆シャツつけた連中じゃないですか。この BTS が バイデン大統領に会ったっていうことを延々と流すわけなんですよね。もうあれ見てね、もうあっきり果てました、ね。このテレビ局、一体どこの国のテレビ局なんだと。ね、韓国に行くことは素晴らしい。みんな待ちわびていたんだ、ね。マッチングアプリで、韓国の男性と知り合いにもなれる、ね。それがすごいイケメンでね、その人と会いに行くために、これから韓国へ行くんですよっていうような。 放送したと思えば、その後には BTS が出てきて、バイデン大統領と会見をしたということを延々と流すわけなんですよね。もうすごいげんなりしてね。はい。私、テレビを消しました。チャンネルを変えるのではなく、もうね、見な行かよかったって言って、電源消しましたよ。それから、 私はもうまたテレビ見ておりません、はいまあでも昨今のねこのメディアの勧告推しっていうのはあまりにもひどすぎませんかそれもね青少年がですよ特に10代20代の若い子たちがネットでのマッチングアプリでねあの犯罪に巻き込まれているっていう現実ねそういった現実があって警察もねそういったマッチングアプリの危険性 非常にいいいろろしていますけどテレビ局がですよ皆さんねマッチング韓国とのマッチングアプリで「彼氏見つけましたー」っつって「すごいかっこいいでしょう私これから会いに行くんですよ私たち付き合ってます」なんてそんなもんにねはい心奪われるぐらいだったら沖縄に HK 仮面さん とか、ね、タカさんとかあとヒコちゃんとかズケちゃんとか私の周囲には真面目でねイケてる男たちいっぱいいるんですけどいやーどうにかならないもんですかねついつい私そういう風にブツブツつぶやいてしまったんですがまあ本当にこのメディアの報道っていうのをそのままうのみにしていたらそれはやっぱりね あの若い女の子だけじゃなくて奥様方勇敢マダムもね韓国推しになるのはこれはやっぱり分からんわけではないなというふうにね思ってしまいましたでもねこういったテレビはこれ日本のね地上波を使ってます、ね、地上波というのはこれ日本のねやっぱり公のものなんですがそれをこのようにねまるで韓国の ね、宣伝のようなことに使うっていうのは私どうかななんてねやっぱり思っているんですよね。こういうねあのいいところだけを報道して実際に被害に遭ったとかそういったのは全く報道しないあ日本のメディアって大丈夫ですかはいですからねやっぱりこういった国際情勢韓国は日本に対してどういった感情を持っているのかっていうのをネットを引けばすぐ分かることなのに。 テレビの垂れ流す情報をねうろみにし、えー、韓国エステや韓国コスメそして韓国のフードそして韓国の男にねおかしな幻想を抱いてその韓国そのものにね非常にシンパシーを感じてしまう今の、ね、人たちって目を覚ますねやっぱりメディア自体を変えないとダメかななんてね私は思ってますけど私は決して日本の男が だらしないいと思ってはいませんしかしやっぱりメディアの洗脳っていうのはやっぱりそれをねはるかに超える強烈な破壊力があると見ているんですよね。まあ、そういったのをやっぱり少しでやっぱり直していくには我々が地道にはい我々が地道にね情報発信していくしかないかなそして実際に会った時に「韓国すごいんだよ」なんて言ったら。 本当のこと知らないでしょっていうことでねやっぱり教えていくべきではないかなというふうにね私は思っておりますさて本日の沖縄の話後ろに写っているのはなんと県の職員はい沖縄県の職員さんでございましてねなんでこういう謝罪会見をしているかというとなんと行政手続きを怠ってですねはい 国の交付金10億2,000万円をもらえなくなってしまったというその前に今年の初めぐらいには1億確か5,000万ぐらいこれも行政手続きを怠ってお金もらえてないのがあるんですよ私思いますよね県というのはね役人というのは やっっっぱり公ののねため、県民のために頑張ててると思ってましたよしかし昨今の沖縄県のね、やり方見てると頑張ってるのは半吉ばっかりでねほ、まあ、本当にあと真面目な職員たちがもう本当に青いきと息で頑張ってるんじゃないかなと思ったりもしますけど、まあ、そういった中で半吉ばっかりにねマンパワー取られちゃってこういったところにね 力がやっぱり回っていない人員が回らない、まあ、その結果としてミスをする、まあ、このミスは私ねこれ人間だからミスはもうこれはもう仕方のないことだしねあのー、くどくど責めるつもりはございませんただもらえなかったこの10億円1億何千万どうするんですかということなんですよねはいまあ先日ね 4000万余り振り込んだ町の町長さんは、ご自身の給料をね、はい、半額にすると。半額にして3ヶ月間、半額にしますっていうふうに言ってましたけど、そうですか、半額の3ヶ月、そうですね、一月に20万ぐらい、はい、2、3が6、結果的に400万ぐらい穴開いてるで全然足りないと思うんですけど、しかし、桁が違います、皆さん。10億円余り。 ね、今年初めの見れるともう13億円近くなりますよ。誰も責任を取らない。ね。誰も責任を取らない。こういう時こそデニー知事がね、あの本来だったらもらえるものをもらえなかったと、職員のやったことは私の責任であるということでね、あの在職中の報酬は半額にするとか、絶対に言いませんよ、あの人たち。 人には要求しますけど、自分たちは絶対にしない、本当にね、お金に目ざっとい人たちが、いわゆるオール沖縄共産党、おそんな人たちがね、沖縄で大手を振って、今、政治の一線にいるっていうことが、ちょっと私は納得できないんですが、まあ、これから大きな選挙、どんどん来ますよ、そういった中で、一人でも多くのまともな政治家をね、選んで、政治の正常化を図っていく必要が あるなと強く思っておりますしかしこういった話をしてもですねこのピカチュウでは全く説得力がないようなね皆さんそうですよね HK 仮面さんが何を喋っても説得力がないように私がこんな話をしてもはいピカチュウではやっぱり頭に入ってこないのかななんて思っていますけど。 いやーしかし本当に今日はどうにかつながってよかったでございます。また放送中に来客もなくてですね、ちょっとほっとしてる、はい、感じでございますが、まあちょっとね、事務所閉めるまでまだちょっと時間あるんで、仕事頑張ってお片付けをしてね、はい、えー、今日もまた議論につこうと思っております。昨日仕事終わったのは、えー、0時前でございました。0時前。今日ももしかすると11時。 0時前になる可能性がありますが、ね、それでもやっぱりこうして皆さんといろいろ豊択できたことで、えー、私非常に幸せでございます。はい、ということで、えー、本日の <laughs>、はい、ボギー大佐の言いたい放題ピカチュウバージョンということでございましたね、お送りさせていただきました。まあ、何かと話題のつけない南の島沖縄。はい え、これからも仕事の合間合間にどん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 情報の方は発信させていただきたいと思います。ということで本日の放送これにて終了します。えー、皆様、今夜もお忙しい中、ピカチュウにね、お付き合いいただきまして誠にあのありがとうございました。ではまた明日同じ時間にお会いしたいと思います。ではごきげんよう。